こんにちは、岡田です。こんにちは、徳武です。今回も徳武さん、よろしくお願いします。今日はですね、ちょっと上達というものについてちょっと考えていこうと思うんですけど、僕はちょっと思うんですけど、こう上達するためには、やっぱりですね、遠回りしないで最短で行くのが僕はいいと思うんですよね。でその上でも、条件がやっぱりあって、一つは正しい練習方法、自分にとってですね、自分の現状にとって正しい練習方法を行うっていうこと、そしてもう一つ徳武さんの分野だと思うんですけど、そのプレイヤーに合った道具を使って練習するっていうのが、もう絶対に外せない、大事ですね、条件だと思うんですね。で今回は、徳武さんの方から、絶対自分に合った道具を使うっていう、部分で、例えば自分に合ってないクラブを使ったり、してしまった例として、なんかこう最近こうスタジオの方でいろんな生徒さん見ていると思うんですけど、どんな事例がありましたかね。そうですね、結構、見かける例とすると、まずドライバーですね。ドライバーが、球がちょっと上がらないと、普通のスイングをした時に球が上がらないので、どうしてもこう下からすくい上げるような動きになってしまう、その結果やっぱりこう本来のスイングじゃなくなってしまって、よく言う明治の大砲みたいな、右に体重が残ったまんまっていう方がいらっしゃったりとか、あとはそうですね、クラブが軽すぎて、もう打つ前からもうかなりこうぐーっと握ってしまって力んでる方とかやっぱりいらっしゃるので、います確かに、こうレッスンをしていて、まず前提としてクラブが合ってないかもしれないっていうのは、僕たちレッスンする側も片隅にはあるんですね。だけどそれが全ては占めていなくて、やっぱりスイングを中心に見ていくんですね。でその中で例えば、どうアドバイスしてもすくい打ちが、すくい打ちがなかなか治らないなと、でちょっとそのクラブ貸してくださいなんて持ったらですね、もうめちゃくちゃロフト立ってたりとかっていうことありますね。もともとクラブがもう上がらないクラブ使ってたら、いくらこう正しい練習しようと思っても、正しいスイングですね、しようと思ってもすくい上げなきゃ上がらないわけですからね、どうにもならないですよね。そうですね、あと、軽いやつでしたっけ、これ もうめちゃくちゃ、2大役と言ってもいいぐらいですけどね、よくありますね、めちゃくちゃ手打ちで力入っちゃってる方とかね、もうそもそもクラブが軽すぎる。そうですね、そういう方は非常にやっぱり多いの で、で軽いクラブ使っている方が圧倒的ですね。そうですね、やっぱり皆さんね、クラブ選ぶ上で、重いものってもし言われた時には、重いものに対するデメリット、要するに重かったら触れないんじゃないかとか、ダフってしまうんじゃないかとかっていう、せっかく買い替えるならそんな苦労はしたくないっていうデメリットが先に思いつく感じなんですけども、軽いクラブのデメリットってなかなか皆さんすぐ思い出すことないです。そうですね、なんか軽いと早く触れるんじゃないか、早く触れるとか扱いやすい、そうですね、そういうなんかメリット、なんか面白いもんで、重たいのはデメリットしか出てこない、軽いのはメリットしか出てこないみたいな感じがあるんですけれども、実はそのメリットの裏側にはもちろんデメリットが存在するので、それが力みにつながったり手打ちにつながったり、振り回しすぎてしまったりで、結局スコアをうまく作れないっていう方がやっぱり結構多いんで、そういう面で言うと、やっぱりこうフィッティングとかを受けてですね、自分に合ったクラブをこう使うってことが重要になってくるなと思うんですけども、例えばそれを、自分に合ったクラブを探すっていう部分で、こう適切ないいタイミングとかってあるんですかね。よく質問を受けるのが、ある程度練習して上達してから、自分に合ったクラブっていうものが見つかるんですか、というふうなことを聞いたりするんですけど、そうですね、基本的に、もちろんゴルフ始めたての方というのは、多分フィッティングもまだ受けられてない方がいると思うんですけども、やっぱりそうやって合ってないクラブで変な癖がついてしまうよりは、まず最初に、自分に合ったものをチョイスしてもらった方が、やはり変な癖がつきづらいので、そこは早めに受けていただいた方がいいとは思います。じゃあもういち早く、特にレッスンとか受けているような方でしたら、このせっかく習った正しいスイングがいい結果に結びつくようにするためにも、自分に合ったクラブをやっぱり選ぶっていうのが大事ですね。大事ですね、もう、ゴルファーとしてこう上達を目指していると、ちょっと言い過ぎかもしれないけど、ゴルファーとして上達を目指す上でフィッティングを受けたことがないっていうのは、ちょっとこういかがなものかと。そうですね、そうですよね、
とはいえですね、やっぱり現実としてちょっとこうやっぱりこう敷居が高いな、うん、自分なんかこう行っていいんだろうかとか、うん、いうなんかこう思いってあると思うんですよね、はい、ただまあ僕もそうなんですけれども、うん、やっぱりこう道具選びの、うんうん、まあエキスパートとしては、はい、うん、その人がどういうふうにゴルフをしたいかとか、うん、やっぱりそういうの、ね、何でもそうだと思うんですよ。そうですね、車屋さんに行って僕はこういう用途で車を使いたいからって言った時にちゃんと説明した答えが返ってきたものを提供してくれるとか、うん、で例えば他の業種でもそうだと思う、うん、もうまあね、僕の、メルマガでは釣りの話を結構書かせてもらってるんですけれども、はい、例えばじゃあ初めて釣り具屋さんに行きますって言った時にもやっぱ店員さんに何を釣りたいですとか、うんうんうん、でやったら多分親切丁寧に説明をしてくれると思うんですね。そうですよね、はい、だからゴルフもやっぱり初めてやりますって包み隠さず言っていただいて、どんなのを選んだらいいんですかねって聞いて、うんうんうん、それをね、意見を聞いていただいて、うん、じゃあこれでっていうおすすめがあれば、うん、やっぱり一番それがいいと思いますんで。そうですね、はい、間違いないですね、うん、もうやはり上達するためには自分に合った正しいスイング練習、うん、そしてもう一つ自分に合った正しい道具を使うと、うん、もうこれは外せない絶対条件だと、そうですね、思いますね、はい、もうぜひ、まだフィッティングを受けていない方、また正しい練習方法で練習ができていないかなという不安になっている方はですね、レッスンを受けたり、あるいはフィッティングをして最短で上達していただけたらいいかなというふうに思います。今日はありがとうございました。ありがとうございました。